ないですけど、近鉄バファローズ買って堀江さんはどうしようとしてたんですか。だから今の話と一緒で、はい、要はビジネスモデルが変わると、はい、これまではテレビで中継してなんぼだったと、うん、だけどネットの時代が来たから、はい、で俺ソフトバンクホークスの前身福岡ダイヤホークスが地元だからさ、はい、どうなってんのか分かってたのよ。でそこを経営されてる神塚さんってもう亡くなられた社長さんがいて、はい、その人の話とかも聞いたの、はい、で、あ、もう完全に変わったなと思って、はい、球場に行くのにみんなメールとかで誘い合って行くようになってたわけ、はい、みんなあの携帯メールとかでやるようになったから当時、はいはい、だからそういう時代になるな。だからあの田舎の田舎っていうかその福岡みたいな、はい、まあ、仙台でもいいんだけど、はい、そういう100万都市ぐらいの規模だったらみんなメールで、あ、今日の、あのホークス戦行こうよとかって言ってフラッと行って会社の仕事帰りとかにフラッと行って野球見て帰るみたいな人たちがめちゃくちゃ増えたの、はい、今もそうですもんね。今はもう完全にそうです。そう、完全にそうですね。神宮とかさ、はい、すげえ人入ってんじゃん。もうサラリーマンが8時とかに来て酒飲んで、そうそうそう、そうそう、もうなんかどっちかっていうと野球見ながら居酒屋みたいな、そういう感じです、ね、なんか贅沢だよねみたいな感じになってるから、はい、そうなるってもうパパッと分かったわけ。あ、その時からもう、もうそうなるなと。だもうパリーグとかセリーグとか関係なく、はい、球場がエンタメ化していって美味しいものとか美味しい酒が売ってたらもうそれでいいし、まあ、当時はそこまでは考えてなかったけど、もう野球って何がすごいかって物販が売れんのよ。まあグッズですよね。でさ、もうキャップとかさ普段着じゃん。もう子供とかみんなあのジャイアンツの帽子とかかぶってんじゃん。かぶってましたね。ね、はい、だからああいうもう普段着だからさ野球は、はい、だから売れんのよめちゃくちゃ。あ、サッカーとかさキャップ一応売ってたりするけどさ、選手がまずキャップかぶってないから、ない、だから売れないのよ。頭いいわ堀江さん。サッカーって物販が全然ダメなの。確かにそうだわ。野球は物販がすっげえ売れんので、コラボもニューエラとかとね、そうみんななんかいちいち買うじゃん。買う、うん、買うわ。無駄に買うのよみんな。ユニフォームもなんならちょっとおしゃれに着こなして応援しに行くみたいなね。そう、それもなんかホームとアウェーとまた別のカラーだったりするじゃん。そう、材質の違いとかで、ね、なんか、ね、値段ちょっと分けて、ニューモデルとかさ、はい、毎年出るしさ、全部買う、買ってる俺も。全部買うんだよファン、はい、だから物販が鬼のように売り上げるわけ、はい、でもテレビなんかどうでもいいわけよ。もう今なんてネットでみんな見れるからさ、ダゾーンとかで見れるわけじゃん。そうっすね。だからもうサブスクなわけよ。だサブスクの放映権料と、でも球場は例えば広島のマツダスタジアムとかいつももう内野席とかもうチケット取れねえからさ、パンパンですもんね。そう、チケット取れないからみんな年間シートとか、はい、プレミアムシートみたいなのをがもう速完するわけ。買っちゃってますもんね。買っちゃってんの。席年間で買いますもんね。そう、ファンクラブ入って。そう、だからもうサブスクみたいなもんよ。なるほど。だから俺はもうこれは野球はもうめちゃくちゃ儲かるなと思ってたわけ。はい。あ、でもビジネスとしてもう、ビジネスとしてだ。しかもよ、しかも俺はもうとにかく野球の最大のメリットは会社名を入れられることなんですよね。冠つきますもんね。スポーツ新聞大体一面野球、はい、特設のページありますもんね、真ん中ら辺に絶対。そうそうそう。であるじゃん、普通の新聞でもあるじゃん、はい、あります。で絶対野球はそのスポーツニュースでやるじゃん、毎日やります。テレビで夕方とかね、絶対やるじゃん。朝もやりますね。そう、だからもうただで広告してるようなもんだから、儲かるし広告もしてくれるし、もうすっげえ有名になるわけ。だってオリックスなんか球団持つまで誰も知らなかったからね。すごい企業なのに。確かにオリックスってもともとオリエントリースって会社なんだけど、はい、全然無名だったわけ、はい、企業とか経営してるとコピー機のリースとかでオリックスとかってあるからみんな知ってたんだけど、はいはい、今みたいにレンタカーとかそんなやってないから当時は。あ、買ってからそうやって事業、うん、そう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 、だから買って一般向けの知名度ついたからオリックスのレンタカーとかやってるわけ。なるほど。だからオリックスなんか本当無名だったけど、球団持っただけでめちゃくちゃ知名度上がったからね。ソフトバンクもそうじゃん。まあ、確かに認識したのはホークス。ソフトバンクは買ったの2006年だからさ、はい、でその後さ2005年のストーブリーグぐらいの時に買って、はい、ダイエーから買ったの。で2006年に何買いますか。あのアメリカのボーダフォン買うでしょ。ボーダフォン買ってソフトバンクモバイルになるじゃん、はい、それでバーッと携帯の、しかもそこで iPhone なんか2年ぐらい多分独占してて、はい、
だから球団と iPhone でソフトバンクって一気に上り詰めたじゃん。そっか、ソフトバンクってまだ、そっか、15年ぐらいなんだ球団持って、ずいぶんね長いこと持ってるイメージだけど、うん、確かにここ最近ですよね。なんならあれは、あれ、まあ、あれも結局俺のあれを見て、うん、孫さんが球団買えっつって言った。孫正義より先に買おうとしてるじゃないですか。いやだって誰も気づいてなかったんだ。へー、野球がネットの普及で野球が儲かるようになるっていうことに最初に気づいた俺だから。へー、すごっ。すごいんだよ。でもそしたらそしたらマジですごくない？そしたら手挙げただけで有名になったから、うん、みんな色めきたったわけ。やべえ、野球ってこんな強いんだと思って。なるほど、だからか。その辺で野球は違うんだよっつって、レベルが違うからっつって。すごい、メディアのことをすごく考えるのが好きで、はい、だからその後フジテレビ買おうとするわけですよ。2005年、堀江さんはフジテレビ買収。